親もいつまでも生きてるわけではないので、はい、将来的に私が経済的な援助をしなければならないのか、お兄さんと縁を切るのとかは、その負担が被るのが嫌なので縁を切りますって言うのもなかなか現実的には難しいです、ね、僕も頼ることはしないからそっちも頼らないでって全部縁切って出てきたんですよ。切ってしまったりきっぱり言うことが冷たいんじゃないかとか、うん、でこう思ってしまうところにやっぱりその悩み の種があると言いますか、うん、本当に優しいからこそほっとけないし愛があるのであれば、うん、ちゃんとやっぱり向き合っていくっていうことはやっぱり大切だなって。どうしたいっていうふうに思ってますか？まずはこの番組を母に見せることですかね。最近ネットのとある記事が話題に、それが50代の 40% が兄弟との付き合いない。婦人公論 .jp に掲載されたこちらの記事、現在兄弟との交流はあるとおよそ150人にアンケートを取ったところ、50代の4割がないと回答。実際ツイッターにも多くの疎遠な人たちの声が。私も下手したら兄とは十数年会っていない、元気でいてくれたらなと思います。就職してから10年以上実家に帰っていないが、兄弟姉妹には会いたくないのが本音。近年一人っ子が多くなったとはいえ、およそ8割の人には兄弟姉妹が。幼い頃は仲良くしなさいと言われ、一緒に遊んだり相談し合ったり、時には喧嘩もしたり。しかし大人になるとライフステージの変化によって自然と疎遠になる人も少なくないようです。配偶者とかパートナーがいるいない、子供がいるいないとか、仕事の有無とか、そういったことでやっぱりどうしても日々の生活に追われていくようになっていきますので、そうするとやっぱり兄弟の相対的な順位っていうのが低くなって、関わりが薄くなっていくみたいな、そういうことがあるんじゃないでしょうか。さらにこんな理由で兄弟関係に悩んでいる人も。私の兄がいるんですけれど、無職で今引きこもりの状態なんですね。兄が引きこもり。こちらは30代前半の葵さん。現在は夫と2人暮らし。実家で引きこもり生活をしている兄とは折り合いが悪く、疎遠な状態が7年ほど続いているそうです。葵さんが懸念しているのは、将来的その兄に自分の生活が脅かされるかもしれないということ。将来的に兄が自立ができなかった場合、やはり両親が亡くなったあと私の方に負担が来るのではないかなっていう、そういった不安がありますね。他にも介護、遺産相続、大人になった兄弟姉妹だからこそこじれる問題。一方でネットではこんな声も。たった数人の兄弟なんだから仲良くした方がいい。親よりも付き合いは長くなるはずだから大事にするべき。果たしてどこまで仲良くすべきなのでしょうか。5人兄弟の末っ子リューチェルさんと共に、大人になってからの関係性や距離感について考えます。ではゲストをご紹介いたします。VTR にもご出演いただきました、実家に引きこもっているお兄さんとの今後の関係について悩んでいるというですね、葵さんです。葵さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。よろしくお願いします。そしてもう一方、兄弟姉妹関係について研究されています高千穂大学人間科学部の吉原千佳教授です。吉原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。ご両親とはお兄さんのことでどういう話をされてますか？そうですね、まず父は家族のことに関して一切無関心で、うん、そういう話はしたことがないんですね。あー、で母に関しては一度母に私の方から、うん、
兄の将来について不安があると、うん、あの資格取得のために勉強はしてるけど、あの社会に馴染めてないから、うん、アルバイトだけでもさせた方がいいんじゃないのって伝えたんですけれど、うん、母はあの感情的になるばっかりで、うん、まあ、あんたは一緒に住んでないから何も分かってないとか、うん、本人には難しいことなんだとか、そういう感じで話し合いにならなかったんですね。それから私ももう余計なことは言わないで見守っておこうと思いました。はい、ですから今ね、そのお兄さんの世話をしているのが、まあ、ご両親ということですけれども、はい、ご両親が亡くなった場合ね、葵さんが面倒を見なきゃいけないんじゃないかっていう不安を抱えていらっしゃると、うん、そうですね、あの、うん、親もいつまでも生きてるわけではないので、はい、兄がこのまま、まあ、無職引きこもりの状態が続いて、うん、将来的に私がその経済的な援助をしなければならないのか、あとはその例えば兄が入院するとかそういった場合の身元保証人とかに私がならなければいけないのかとか、うんうん、そういう不安があります。あ、でもその手前としてまずご両親のね、まあ、例えば介護が必要になったりとかしたときにお兄さんが面倒をきちんと見てくれるのかっていうのがありそうですよね。そこもですよね、うん、だから、ね、はい、葵さんが帰ったりしなきゃいけないのかっていうような、もっと手前の問題もありそうですね。はい、うん、はい、うん、ありがとうございます。まあ、そしてお兄さんのね、その世話を、まあ、しなきゃいけないのかとか援助って話もありましたけども、どこまで兄弟の場合ね責任を負うのかってところも一つ話していかなきゃいけないことだと思うんですけども、これ民法によれば直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があると。これどこまでの世話を、まあ、する必要があるのかってことなんですけどもね、これは吉原さんどう考えたらいいと思いますか。そうですね、うん、できる範囲内でというか余力があるところでっていうふうに、まあ、民法ではなっているということですね。はい、はい、いうことですね。まあ、もちろんケースバイケースだとは思いますけれども、はい、はい、今お話聞かれててどんなふうにお感じになりますか。そうですね、やっぱりこういうケースっていうのは、うん、私もインタビュー通してますとやっぱりよく聞く話といいます か、うん、そうですか、はい、ありますね。うん、ありがとうございます。いわゆるですね兄弟リスクみたいな表現が使われているということでして、まあ、その親が亡くなった時に世話を強いられるとかですね、何か犯罪を犯した罪を犯した場合に加害者の家族扱いをされてしまうとね、いうようなこととか、借金したまま亡くなったらその借金も相続されますよっていうところも気をつけなきゃいけない点だったりもするわけですよね。はい、ゴミちゃんどうですか。ここで、まあ、そうですね、一つ気になったので言うと、その借金の相続は結構意外に知られてないなと思ったんですけど、別に相続放棄はできるんで、はい、そうですね、その、まあ、親族であっても、うん、受けなきゃいけないリスクとそれをこう手放せるリスクとっていうのがあるので、うん、なんか全てが全てその自分に負わなきゃいけないって話ではないのかなっていうのは、ね、大前提知っておいた方が、はい、いいのかなって。あ、まさに保証人になってる場合を除いてね、相続放棄という選択肢もある、選択肢もあるし、ただこういった場合もこう知らなかったりして放置してたりすると、うん、勝手にその相続されたりとかもするので、うん、なんか自分の場合結構そのあんまり家庭環境が良くないので結構このあたりこう自主的に調べてたらですね、いかに実家と縁を切るかみたいな感じでこういろんなことがあるなみたいな知っていってでもなんかそういう感じでこう例えばあんまり仲がよろしくない場合であれば、うん、なんかどういう形でその距離を置くかとか、うん、まあ、どういう形でその福祉を頼るかみたいなことを、うん、なんか早いうちから知っておいてもいいのかなっていうのはすごく思いますね。ですから今お話にあったようにですね、どこまで兄弟は仲良くなきゃいけないのか、仲がいいに越したことはないんだけどなかなかそれが難しいケースでどう対処したらいいのかっていうところになってくると思うんですよね。石田さんどう思いますか。うん、どうなんだろう、うん、でこの葵さんに聞くんですけど、そのお兄さんは、働いた経験とかがないじゃないですか。で画面上にあったその生活保護とか受けたりとか、あとなんかまあ精神的に病気を持ってたりとかでなんか国がサポートしてくれるお金とか援助金っていうのは一切ない状況ですか。そうですね、今生活保護を受けてない状態で、で、まあ、兄もパニック障害ですとかそういった心の病はあると思うんですけれど、兄
兄自身がそのメンタルクリニックに行かないんですね。はいはいはい。行きたがらないんで、で、なので心の病っていう判断、診断もされてない状態です。今の状況だったらあれですか、お兄さんと縁を切るのとかは考えてないんですか？なかなかそこまで私からこうどういうふうに言ったらいいのかっていうのもわからないですし、きっぱりこうあなたの、まあ、今後が不安ですし、私にその将来 の, その負担がかぶるのが嫌なので縁を切りますっていうのもなかなか現実的には難しいですね。僕とかもお姉ちゃん3つ上がいて、滋賀県から出るとき、まあ、親も姉も全部縁切って出てきたんですよ。で、その僕も頼ることはしないからそっちも頼らないで、できっぱり切って、でもたまにやっぱ戻って喋ることもあるんですけど、なんかまあこういうケースになった場合とか、まあ、助けれる範囲では助けてあげようかなぐらいで、別にその強制的に助けてあげようとか、まあ兄弟だからっていうのもなく、僕はやっぱちゃんと働いたりとかしてまともな人間にちゃんと待遇っていうのは受け取るべきで、甘やかせるっていうのは良くないっていう、もう結構きっぱりしてて、でそれが甘えじゃないって、これは病気なんだって言うんだったら、はい、ちゃんと手当てもらって生計立てなさいってはっきり言いますね。なるほど、はい、どうですかね吉原さん。ですから、まあ、ある意味ではその背負いすぎないっていうか、背負いすぎる必要はないよっていう面もありそうな気もするんですけど、ここをどう考えますか？いや、うん、おっしゃる通りだと思います、うん、むしろその兄弟だからとか、うん、まあ、家族もそうかもしれないんですけど、はい、だからすべきとか、うんうん、それは社会もそういう風な声が聞こえてくることもありますし、うん、それから先ほどの葵さんのように、うん、ご本人自体がやっぱりそうやってこう切ってしまったり、きっぱり言うことが冷たいんじゃないかとか、うん、それはちょっと悪いことなんじゃないかってこう思ってしまうところに、やっぱりその悩み の, 種があるといいますか、うん、そういうところがあるんじゃないかなというふうに思います、はい。さあ、兄弟について話を進めていますけれども、そもそもまあ仲がいいに越したことはないと、仲がまあ悪くならないように、そもそもその親の教育の段階でどう考えたらいいのかというところにも話を進めていきたいんですけれども、いわゆるですね、兄弟差別みたいなことも考えていかなきゃいけないということなんですね。長男長女プレミアムという言葉がありまして、家庭内の限られた教育資源がその長男長女にですね多く配分分配されたりすることもあると、先に生まれた子どもほど優遇されてしまう傾向がありますよということですね。それから子どもへの男女格差と、父親が娘に甘い、息子に厳しい、母親だとその逆があったりというようなことで、まあ、どう親が子どもに向き合うかっていうのもその兄弟関係をゆくゆくまあこう規定してくる部分もあるということなんですね。吉野さん、これどう見てらっしゃいますか？そうですね、やっぱりこういうお話っていうのはまあよく聞く話ですよね、うん、先ほど言った長男長女が優遇されるというばかりではなくって、多分男女での違いであったりとかも、うん、そもそも親との相性で特定の子供がっていう、うん、そういうケースもあるかと思います。はい、葵さん自身もそのお兄さんとの間で、ご両親からの、まあね、まあ、ちょっと辛い思いもされたというふうに聞いてますけれども。はい、そうですね、私は、まあ、分かりやすいエピソードで言うと、まあ、呼び方差別っていうか、兄はちゃん付けなんですね、うん、で私はあんたとか呼び捨てで、うん、でまあ祖父母もその長男の兄をものすごく可愛がっていて、うん、お年玉の額も違うくらいだったんですね、うん、で兄はまあ小さい頃から体が弱かったっていうところがありまして、親は兄に付きっきりで、私に対してはあんたは自分のことは自分でやってっていう感じで、小さい頃から私は正直ほっとかれて育った感覚があります、うん、あ、お年玉の額はね、3年差でしたっけお兄さんと。そうです、うん、多少違うのはしょうがないとは思いつつあ、まあ、呼び方なんていうのは確かにね、思い出すとやっぱり辛いですか？今もそうなので。ああ、なるほど。それが当たり前だでした。ああ、いうことですね。うん、とりあえずですね。
やだ、明らかな差ですよね。ね、ちょっとね、こう聞いてしまうとね、でも結局今そういうことがあって、自分のことは自分でできるようにっていうのを若いうちから育った結果、結婚までできて、なんかいい生活できてるんじゃないかなって。あ、ご自身の、青森さん自身のっていう意味ではね、そこどう思いますか、今の話ね。そうですね、まあ、やはり兄は甘やかされて育った結果が今の状況なので、私は昔から自分のこと自分でっていうことで、まあそういった意味では慣れてたんですかね。なるほど。石田さんからいろいろね質問があったと思うので、そこをもうちょっとあの伺っていきたいんですけど、今後こうどうしていきたいっていうね、今のままだと良くないよねっていうふうにお感じになってるようですけども、 どういうふうにこう、まあ、動かしていきたいと言いますかね、どうしたいっていうふうに思ってますか。まずはこの番組を母に見せることですかね。そうか、見てくださってるんですかね。あ、後で見てもらえますか。いや、もちろん極秘で、あの、私は出てるんですけど。あ、そうですよね。え、まあ、でもお母様にだけ言うっていう選択肢はありますね。私そうですね。この番組を見せて、私がここまで悩んでるんだよっていうこと。あ、なるほど、そうか。確かに他にも悩んでる方 ね、送ってとか良さそうですね。まず伝わってないってことですね。まずそこからなんですよね。あ、伝えたいと、まずはその、ね、深刻に考えていることを伝えたい、そして、まあ、はい、動かしたいってことですね、この現状を。はい、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。